静かなる防衛、ご視聴いただきありがとうございます。馬毛島候補地から白紙へ、160億円の購入価格が今では240億円膨らむ負債、年々積み重ねる結果に。自衛隊と米軍訓練場に馬毛島が候補地として今上がっています。去年防衛省が160億円で売買の契約段階までこぎつけました。がしかし今は240億円の負債があり、160億円で契約を結んでも80億円足りない。それでは最低でも240億円で馬毛島を契約しないと負債が出ます。で、管理をしているのがタストン社、このタストン社は今現在400億円の提示をしています。話はわかります。やっぱり利益を出さないと受けないという会社の思惑はあるでしょう。ですが、島自体の評価額は45億円。で、防衛省が160億円で合意まで1月にこぎつけました。タストン社は滑走路など島を整備し投資もしました。で、負債が260億円です。馬毛島のあるところは鹿児島県種子島の種子島の12キロ西、西ですね、12キロ西に馬毛島があります。面積は8平方キロメートル、無人島訓練にもってこいの環境だと考えられます。今は硫黄島で
訓練が行われています。しかし場所的にも近く大きな島が24時間訓練できる。佐世保にある米軍基地からも近いです。岩国基地からも F-35B ストブル戦闘機の発着艦練習も訓練もできます。意外に曲げと使い道はいろいろあって、上陸訓練や離島奪還訓練など、日本でいろいろな訓練が行うことができます。周りを気にせずに。水陸機動団もできて、佐世保から行くのも訓練しやすいと考えられます。この曲げ島の曲げ島の開発費が年々タストン社の首を絞めています。早く手放してしまえば、それだけ損害も負債も少なく済むはずですが、なかなかタストン社の思惑が一致しないのでしょう。日米ともに馬毛島が訓練場になると、より高度な訓練ができる、そんな環境にあります。現在硫黄島で訓練を行っており、そこまでの距離がだいぶ遠い。片道の経費が大分かかってしまいます。しかし馬毛島でしたら費用もかからず、防衛省としては早く手に入れてしまったと感じます。これより他にいくつか候補はあるんですが、やはり馬毛島が一番九州にも近く、沖縄にも近い第一列島線の近くにあるということで、訓練もそれだけ対応できる。今後馬毛島の契約に注目するとします。今年中に売買契約が結ばれればよかったんですが。
なんだか雲行きが怪しくなってきています。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。